はい、こんにちは。はい、今日はですね、ちょっと朝の9時半から1時間半ウォーキングをしましてですね、私の家はちょっと海の方なんですけども、ずっと千葉駅の方まで、かけて、1時間半かけて歩いていきまして、今日はだからその、通り道写真を撮ったので、ここでこの写真入れるっていうのをこう、インサートする感じで喋るんですけど、途中で1時間ぐらいのところですね、前孤独のグルメで出てきた味の恵比寿屋さんっていうところ、そこが目的地じゃなかったんですけど、いや、営業してるのかなと思って見て、一応なんか営業準備はしてて、なんか営業時間とかを短縮と、あとテイクアウトっていうので、で、看板を写真撮ってきたので、どこにアップするかな。どこぞに写真を載せます。で、恵比寿屋さん行った後に、国道14号線に出たんですけど、まあ、とてもゴールデンウィークと思えないような車の量で、ちょうど車が、立体交差とかもあるんですけど、ちょうど車が途切れたところを、バッチリ写真を撮りました。だけど時間がわからないかなと思ったら、ちょうど通行人、お子さん連れてた向こう側の道路にお子さんの自転車に乗ったお子さんを連れてたお父さんが歩いてたから、時間帯的には早い時間というのがわかる。だけど車は全然いないっていうの写真を1枚収めて、それから千葉の駅に来て、私がいつもお世話になってる随庵に、見てきて、いつもだったら日曜日だったらイベントがあって、日曜日のイベントってお昼からあるんで、11時半ぐらいだったらもう空いてるんですけど、ビル自体が閉まってましたね。で、随庵の写真を撮ってきまして、それでまあやっと、ちょっとヨドバシカメラが1回だけやってるっていうので、ちょっと私の MacBook Pro は8年前のなので、最新のやつを見て、わー高いなと思って、私はあれで十分と変な自己満足をして、それで、いつも行くうなぎ屋さんは一応営業してるのを確認してから行ったの で、そこでビールを飲んで、うなぎの白焼き食べて、うなぎ食べて、で帰りに、お友達、ゴスペルのお友達のお友達で、そこの場所でライブもやらせていただいたことがある、お鍋ちゃんのお店のリオの店っていうところの、ドアのところの写真も撮ってきました。やっぱりお休み中で。で、最後に千葉で一番有名な、千葉ルックっていうライブハウス。やっぱり、なんかいっぱい貼ってあるから、営業自体がやってるのかわからない。なんかチケットが6日までは売らないっていうのの紙をいっぱい貼ってあったので、それの写真を、お店の前の写真を撮ってきたのと、いつもだとポスターいっぱい貼ってあるんですけど、3分の1ぐらいしか貼ってなかったかな。そんな感じで、ちょっと人気のいないところを通って千葉の方に行って、で帰りはちょっと公共交通機関で帰ってきたんですけど、で、そんな感じで。で、帰ってきてから、もうなんか、ホルモンのなおちゃんパートをやるっていうので、なんかムクムクちょっとやりたい曲が出てきて、で、その音楽のデータの、切ったり貼ったりするのの作業も iMovie でできるかなと思ったらできました。うん。ちょっと最初、やり方がちょっとよくわからなかったんですけど、まあでも、なんとなくすぐわかって、7曲ぐらいかな ?7 曲ぐらいを合体して、なおちゃんパートで、いずれ、やりたいです。はい。ちょっと、人によっては、歌詞にびっくりするかもしれないんですけど、気にしなくてください。マキシマムザホルモンなのでね。マキシマムザホルモン2回、大事なことなので2回います。そんなわけで、それと、昨日言ってた朝ドラの曲やりますって言ってたのは、ちょっと字汚いんですよ。ちゃ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 。エール。グリーンさんっていうのは、
顔はお見せにならないんですけど、こういうコードとかそういうのを普通に YouTube に載せてて、顔を見せない分こういうことは気前がいいんだなって、私的にはもう別に顔を見せなくてもこういうことしてくださる方がいいかなと思って、とても好感を持ちました。で早速やらせていただきました。もうグリーン男性なのになんで声がこんな高いのっていうぐらい、このそのままのコードでやったんですけど、いやめちゃめちゃ高かったですけど、でも楽しかったです。はい、それでは、今日はグリーンの星影のエールですよね。タイトルエールだけで検索するとダメなんで。はい、それではどうもー。